それでは通常のカラクイの操作動画です。通常のカラクイはもう一回いいですか。それでは通常のカラクイの動画です。沖縄の三線は通常この3本が木でできています。この木を両手片手ですね、親指と直角に持つと。通常のカラクイの操作動画です。通常の沖縄三線はこのカラクイが木でできています。このカラクイを調弦するときにはこの片手で親指と小指で挟んだりして、このように真ん中の方に押し込みながら押し込みながら回していきます。これが特に手の小さいお子様や女性の方にはなかなか難しいというのが現状です。このように親指や小指で押さえないでこのように回してしまうと、このようにくるっと回ってしまうという状況ができてしまいます。三線というのはおよそ500年もの間形が変わっていませんので、今皆さんが知っているギターやウクレレといったそういった楽器の調弦よりちょっと難しくなっています。